名古屋からアニメを。2021年放送予定の名古屋初本格的アニメのタイトルは四季桜。そのアニメの制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。2021年放送予定のアニメ四季桜、今回は先日行われたデラガヤフェスでの私たち名古屋声優の活動の様子をお送りします。デラガヤフェスは日本のトップ声優たちが名古屋で行ったトークあり音楽ライブありの声優イベント。中京テレビのある名古屋の笹島ライブ周辺を会場にして行われました。そのデラガヤフェスで私たち名古屋声優もイベントのオープニングアクトをさせていただくことになったのです。このデラガヤフェスでの私たちのミッションは一つ、多くのアニメファンの方々に名古屋声優のことを知ってもらうこと。ということで、まずこの特製チラシに一人一人が思いを書き込みお配りします。前夜祭からちょっと地味に配りをやっていて、もう分かんない人と、これ同じ見た目紙なので、でみんな配ってるんですけど、もういらないよみたいな言われるんですけど、昨日もそのステージで喋ったりしたら、向こうから、ね、いただいてくれる方もいたりして、チラシを見てからステージに上がってくれる方が何人かいたので、それはすごく嬉しかった。イベント終わりにお邪魔してチラシをお配りさせていただきました。おはようございます。野田雄大です。名古屋で声優行きます。よかったらチラシ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして3日間で2500枚を配ることができました。ありがとうございます。またイベントのオープニングアクトとして歌や踊りなどのパフォーマンスを披露させていただきました。名古屋声優のことを知らない人たちに一人でも多くの方に知ってほしい、そんな思いで全力でパフォーマンスしました。名古屋声優という名前で、はい、名古屋、東海3県を中心に活動をしています、声優さんということで声の方はもちろん極めていかなきゃいけないんですが、歌だったりダンスだったりトークだったりもスキルアップを日々目指しております。そして今回はこのステージでいろんなパフォーマンスをさせていただきましたが、皆さん本当に今から始まるイベントの前に見ていただいてありがとうございます。